総合科学企業に勤務する研究者であった父親の転勤に伴い、少年時代を宮崎県、静岡県、岡山県で過ごす。幼少より絵を描き始め、専門学校九州デザイナー学院アーティスト学科を卒業後に美術家としてデビュー。20代の頃より国内、海外で個展、グループ展、アートフェアにも多数出品する。代表的なモチーフは蝶。釣りと昆虫採集を好み、身近な外来種など生態系をテーマに制作に取り組んでいる。2010年に国連の COP10 生物多様性条約第10回締約国会議に特別展示され、国連生物多様性条約記念ミュージアムに作品、外来種群鳥図がコレクションされた。出身地である延岡市の市制施行80周年記念として、市役所新庁舎に10メートルの作品、延岡城市群鳥図を制作し、パブリックコレクションされている。2019年に延岡観光大使として任命される。2020年の第35回国民文化祭、第20回全国障害者芸術文化祭宮崎大会の先駆けプログラム、南郷大島ミュージアムの総合プロデューサーを務めた。2021年公開のドキュメンタリー映画、潮月東穂では、脚本、監督を務める。蘇宗寺は、備後福山藩出身の日本画家、羽田慶秋。ありがとうございます。